平成28年3月13日、阿蘇市黒川にあるアピカの野球場で、幼児や小中学生を対象にした野球教室が開かれました。最初に野球教室の開会式が行われ、阿蘇市教育委員会の園田洋一教育部長と、鮮度市場ゴールデンラークスの深谷良二ヘッドコーチが挨拶した後、野球教室が始まりました。まず、ランニングや体操などを行って体を温めてほぐした後、キャッチボールやシートノック、トスバッティングなどを行いました。この野球教室は阿蘇市軟式野球連盟が幼児や小中学生への野球振興と健全育成のために熊本の社会人野球チーム鮮度市場ゴールデンラークスの選手たちを迎えて7年前から行っているものです。この日は阿蘇郡市内から幼児や小学生、中学生らおよそ110人が参加して、社会人野球チームの選手からアドバイスを受けながらバッティングやボールの取り方などを教わっていました。野球教室はおよそ2時間行われ、最後に参加者を代表して阿蘇ビクトリーチームの鶴林修二キャプテンがお礼を述べ、全員で記念写真を撮って野球教室を終わりました。